河西乱水1月3日から1974年11月15日は日本の歴史家、郷土史や徳島県の郷土史研究や各市町村市編纂の基盤確立に大きな役割を果たした。本名は河西高三郎高三郎。1891年1月3日、徳島県美馬郡は基調に河西良平の三男として生まれる。1九百九年、 和瀬田中学校を卒業する。卒業後、水彩画講習所で、デッサンの勉強をしていたが、家族の要請により、1910年に、和気町に帰郷する。1913年8月23日、和気町収入役に就任し、美馬郡郷土史編纂のために、美馬郡教育会職宅を兼任する。1915年10月19日、辞任する。 1916年、海部軍日和佐町に移住し、火災郷土史研究所を開設する。また、吉田家に養子園する。1917年、親軍史編纂のために、親軍教育会職宅となる。1924年、徳島日日新報社の記者となる。1926年、火災生に戻す。1931年から、 受学者である佐野の県が編纂した漢文記述の淡紙しをあやくし、1932年に淡紙として出版する。1949年、徳島県史跡名商天然記念物調査員に、1952年、徳島県文化財保護員になる。1952年11月、徳島県教育会から教育功労者として表彰される。 1974年11月19日、日和佐町で亡くなる、去年83歳。2002年12月8日、南町日和佐図書、資料館において、葛西乱水先生検証費の除幕式が行われる。父の葛西良平は、美馬軍会議員。兄の葛西信也は、考古学者。兄の葛西常春郎は、医学博士。単著翻訳編集。 ありがとうございます。